麻婆豆腐じゃーん、美味しそう。私結構中華好きなんで麻婆豆腐よく食べます。うん、結構ピリ辛な麻婆豆腐です。うん、美味しいよね。うんうんうん、美味しいです。美味しいね。はい、後半は普通にラウンドしていきたいと思います。はい、ちょっと前半ボロボロだったから、うん、ちょっと持ち直す、持ち直したい。私はね、多分6か7オーバーだったので、もうちょっと減らしていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。頑張ります。寒い。ナイスショー。ナイスショー。これぐらいがいいのかな。うん、いい感じ。実はですね、この間ジャンボ亭に行った時にですね、クラブの重さとか見てもらって、ちょっとドライバーが軽いんじゃないかっていうのと、アイアンもちょっと軽いんじゃないって話になって、シナとかは全然できなかったんですけど、とりあえずなんか鉛をねたくさん貼ってもらいました。ドライバーはここと、あとここにそれぞれ貼ってもらって、まあちょっと重くしたんですけど、やっぱちょっと重い感じがするので剥がそうかなと思います。剥がしちゃうんだ。なんか、まあ、こういうのはクラブを変えるとかじゃなくて、簡単に貼り付けて重量変えてみて自分の好みにできるっていうから、なんか合わなかったら剥がしてねって言ってくれたので、ちょっと重くて、やっぱラウンド中はそんな振り切れないのかな、ちょっと。でもまたつけようと思ったらいつでもつけられる。そうそうそう、こういう薄いやつ買ってきてまたペタッて貼ればすぐできるんで。これだけでも違うんだ。全然違う。力が抜けた。指入れた。痛いわ。痛かった、うん、今のは打つ瞬間に力が抜けたね。息を吸っちゃダメ。テイクバックで吸っちゃってるから、吹きながらふーって、ふーってずっと吹く。ずっとふーって、ふーってほらね、いいいいいい、すごくない？すごい。テイクバックで息吸うと一緒に肩も上がっちゃうから、うん、よくないのかで、ってあーは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 ー、息を吹きながら打つと、なるほど、肩下がったまま打てる。ないしょ。やばい、キー邪魔かも。止めてくれ。なんでかな、バンカー入っちゃった。あら、左行っちゃった今度は。でもセーフじゃん。と私の出会いは3年ぐらい前だよね。共通の友達の誕生日会、その時全然喋んなかったんだよね、で翌日かな、翌々日に、もともとその時レース食いやってて、富士スピードウェイで、そこにたまたまその誕生日会に参加してたみんなで遊びに行くっていうのを聞いてて、そう遊びに行って、で私もいるよってなって、そうでその時にオッパもゴルフやるんだよみたいな話になって、やり始めたばっかりでね、でじゃあ今度行こうよってなって、でゴルフ行くようになって、で教えてもらったりね。一回練習したじゃん、すごい、もうドライバーめっちゃもう開けた瞬間に振って振ってみたいな。あれから振れるようになった。なるほどね、
なんか結構今しっかり触れてるけど、その当時はね、そうもっとふにゃふにゃ、ふにゃふにゃで100ヤード、120、30じゃない、飛んでたふにゃふにゃでした。でもめっちゃ上手くなった、本当に。これは左側目です。バンカーの右ぐらいの修正率。ないしょ、いい音。ここだ、おお、ナイスショー。まっすぐじゃない？まっすぐ。今の良かったね。今のいい。やった。すごい飛んでるよ。ね。うん。ナイスショー。ウッドが打てないよ。したね、うん、距離が分かりません。トップした、めっちゃ飛んでっちゃった。あーキック割る、キック割るよ。止まる、止まってくれ。お、うまいよ。そっち行くんだ。そうね。やった。あー、入らない。いや、でも距離感はすごい合うようになった。合ってる、合ってる。これもね、うん、鉛？鉛のおかげです。弱っ。ここに2枚。スコッティキャメロンを隠しました。そしてここにも鉛を貼りました。ジャンボ亭での動画もあるんで見てもらえればわかるんですけど、構えた時にこの中で揺れちゃうの。なんかそれが鉛つけたらなくなって、なんかスッて引けるようになったの。で距離感もすごい合うようになったから。安定したってこと？うん、安定したかもしれない。もうやだ。おお。登ってるけど。58度で。あ、左だ。下手。慣れして鉛を貼りました。1枚もらってね。やばい、打ちすぎちゃったんだけど。待って、うん、どう、うん、あ、でも引いた時にブレがない。ブレなくなった。こう、こう、こんな、なんか、うんうん、ちゃんとまっすぐ引けるのかもしれない。あ、オッケー、ナイス。ナイス。いや、ナイスじゃないですね。ケンスになってる。アンカーかな。アンカーか。左のあの真正面の杭目指してる。おー、力強い、うん、いい、ナイスショー。あ、バンカーだ。この間これぐらいの距離をサバイバルでは外しました。
入った。どっから声出てんの、ナイパー。そのボール好き？うん。ね、パターいい感じだね。パターが安定してる。うん、合ってる合ってる。キャロウェイさんの 3% 大きいボール。マグナ。マグナボールです。皆さん、パターに自信がないか、ぜひ使ってみてください。おすすめです。いいよね、でも。うん、すごいいい。これは本当に引っ掛けるよりかはプッシュします。完璧です。入ってくる。あ、いい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 感じ。ナイス。完璧です。完璧。あれぐらいで打ちたいですね。毎度。おお、飛びすぎないで。なんでほらさ、やっぱさ、そうじゃない、右に行くって行けって思ったらこうやってるからさ、これはやばい、やばいと思う。多分うん、無理、無理な気がする。だって多分ここ突き抜けていかないといけないけど、絶対確実に上げられない。無理はしない。そう、無理はしない。もうちゃんと刻んだ方が、あの、正解だと思う。耐えて、耐えて、頑張って、頑張って、頑張って。落ちた。やばい、今度はやりすぎた。どうなってんだろう。こうか。あ、やりすぎた。マイク。ナイスアウト。58でアプローチすると距離感分かんなくて手前でショートするんだけど、うん、ここまで転がったから良かった。なるほどね。うん、暗いんです。イエーイ。ナイス。パーです。ナイスパー。スナイチです。まっすぐ。あ、なんか出ちゃった。なんか出たね。あ、切れるよ。切れるよね。オッケー。